はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こんな武器を入手しました。シュバリエハープマグナなんですけれども、 EX スキルで攻撃力 2.5% っていうのがついたんですよ。そう、2.5%、まあ、数字上はめちゃくちゃ高いっていう感じじゃなくて、もう最上位が 3% とか 4% ぐらいだったかな、まあ、もうちょっと上があるんですけれども、俺はねこのことを入手してふと思ったんですよ。シュバリエハープマグナのこれと無凸、いや無凸じゃねえわ、何も強化されてないシュバ剣ってどっちが強いんだろうっていうのが、まあ、ふとちょっと気になってしまったんで、今回はこちらのシュバリエハープマグナを強化していって、まあ、シュバ剣と比較して、使っていきたいなというふうに思っております。まあ、シュバ剣より攻撃力が高かったら、例えばだけど、あの古戦場肉集めの奥義パーティーとかの場合、まあ、あのシュバ剣よりもシュバリエハープの方が優秀だよねっていう風になったりすることが多くなったりしますよね。まあそれとか、多分 HP を削りたい状況、敵の攻撃が割合ダメージが多いとシュバ剣があると HP が多すぎちゃって回復が追っつかないみたいなことがあるんですよ。まあ特にフルオート考慮したらね、あのレフィーエとか最終レフィーエとか入れちゃうと回復が追っつかないことがあるんで、まあ意図的に HP を下げるみたいなことがたまに発生するんですけど、まあそういう時に攻撃力が高いっていうところでシュバリエハープの採用が考えられるなら面白いなっていうところで、ちょっと今回はこちらの方を試してみたいなと思っております。はい。でまあ比較する武器編成はこんな感じのを用意したんだけど、あでもあれか、コスモスはちょっと良くないな。これでいこうか。そうですね、シュバ剣1、2、3、4、5、6本、この本数からスキルレベル20、夢はでっかくいこう。五凸のシュバ剣を抜けるかだな。五凸のシュバ剣をこのシュバリエハープは抜けるのかというところでちょっと試していきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。ということでシュバリエハープ、まあ強化するのは割と簡単でレベル継承を行えば問題ないんですけど、4凸のがちょうどあったよね。とりあえず4凸があった気がするんで4凸を引っ張り出しましょう。ないのか俺、もしかして4凸。シュバ銃はね1本5凸作ったんだよね。あ俺シュバコトないわ。4凸俺タイミングよしだな。タイミングよし、器量よしって感じだな。じゃあちょっとこれでついでに、まあ、上限解放、あ上限解放じゃねえや、強化でレベル継承で、まあまずこれ配布でもらったやつですね。シュバコトちょうどいいから、じゃあ攻撃力 2.5% を引き継ぎますか。いきまーす。ありがとう今まで、ありがとう配布、いくぜ。これでステータスがアップしました。じゃあちょっとここから、まあシュバ剣4凸と比較してみようか。4凸とさ比較してワンチャン超えないかな。攻撃力 2.5% にはそれほどの力があると俺は思ってるんだけどもしかしたら超えるかもしれん。行ってこい、ドン。え、めちゃくちゃ近いけどめちゃくちゃ近くない？17万7000から17万1000になってる。フレ、あ、フレイシつけてねえか。じゃあ、フレイシルシフェルにしようね。フレイシルシフェルにして、メイン石シュバマグですね。メイン石シュバマグルシフェルで、じゃあちょっとこれシュバ剣4凸にしてみよっか。どんぐらい変わる？あ、でも1万ぐらいだわ。1万1000。あんまり変わんないな。ということで、まあ、とりあえずこれ計算機 の表示がされてるんですよ。この攻撃力 2.5% 分っていうのはもう計上されてて、じゃあ例えばだけど3凸のシュバコと入れてみるよ。3凸のシュバコとスキルレベル10入れてみるとこうやって攻撃力下がるんですよ。だからまあ予測ダメージの分でダメージはもうすでに見えるんですけど、1万変わるんだね。 2% で、すごいなこれ。火力やっぱ全然違うじゃん。ってなるともう4凸時点で4凸は超えるんじゃないの。4凸時点で4凸を超えるなら5凸時点で5凸を超えるのでは。小学生並みの計算ということで、じゃあとりあえず上限解放しましょう。4凸して、じゃあスキルレベル上げよっかスキルレベル上げてみましょう。いいね。ちなみに僕杯とか全然ゆとりないんだけどね杯とか全然ゆとりないのにそんなことやっちゃっていいのかな。スキルレベル A さんもなんならゆとりないんじゃないかって思ってるぐらいなんですけど、ここから7個使いましょう。じゃあ大成功せや、大成功してくれや。俺の杯にゆとりがないということ、うわー全然大成功なし。ちょっと待ってくれ。あーここですんかいここですんかい。ということで、4凸スキルレベル15になりました。これじゃあもうシュバ剣4凸超えるっしょ。いきます、シュバ剣4凸とトレード。
おお、柴犬超えましたね。柴リエ、ん？超えてねえわ。ごめん、全然、ごめん、全然超えてなかった。あぶねえ。なんか失敗したと思った。シュバリエハープマグナを装備すると、35万4000が35万3000になりましたね。2.5% でこれだったら、もう、激ギリギリ過激弾だったら大丈夫な感じだな。攻撃力 2.5% が足りなくて、もう 3%、4% とかの攻撃力アップ、もしくは渾身とかだったら、もう全然超えそうな感じはするけど、まあ少なくとも4突時点だとこうと。分かった。これじゃあ足りないって言うんだね。行きましょう。ごとつ。いつ使うかもわからない。もう一生使わないかもしれない。もうこれで終わってもいい。だから、ありったけよ。これで、強化して、これでスキルレベルを20にする。ああ、しゃ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 。もうすごい無駄だね。無駄こそ必要である。だよ。埋まる。そんな、偉人の格言みたいなことを言うな。お兄ちゃん、そんなことよりジャンプ買ってきて。よし、これで素材選択してレベルを、20でいいわ。だってどうせ大成功しないからね。大成功しないんかい急に情緒不安定なミザ。大成功しろという思いを込めて20個入れたのに、20個で大成功しなかった男。大成功せするんかい。ここはするんかい。よし、じゃあできたよ。スキル レベル200のスキルレベル20の最強シュバリエハープマグナ。じゃあこれはちょっとシュバ犬4突はもう超えたべ。さすがにシュバ犬4突は超えましたと。そうだね、攻撃力下がっちゃった。35万9130から35万4444、攻撃力が5000ほど下がりましたね。つまりシュバコと入れた方が、まあ、火力が5000ほど高いと。まあここまでは規定路線よ。ここまでは規定路線。じゃあこの2850ごとつスキルレベル20の手話犬を引っこ抜いて、それを入れる価値が、君に入る価値があるのか、シュバリエハープマグナ。証明しろ。証明してやる。シュバリエハープマグナも戦えるってこと。行くぞ。攻撃力 2.5%。 スイッ。あ、上がった上がったわ。え、何本上がった。200。え、200上がった。うわ、俺の200だ。これが200のパワーだというのは置いといて、まあこうやって見てみるとやっぱあれっすね、まあエンチャントというか EX スキルによっては、まあ遺憾によってはワンチャン攻撃力抜く可能性はあるというようなところの結果になりましたね。まあだから例えば奥義ダメージの上昇、奥義ダメージ上限アップみたいな、まあ奥義ダメアップ 7%、奥義ダメ上限アップ 1%、2% みたいなシュバコトが出たら、シュバ犬の代用品としてこういう形で、武器編成を組むっていう奥義軸とかはあると思いますね。まあ渾身系とかもあると攻撃力上がるでしょうし、まあぶっちゃけて言えば、さらにぶっちゃけて言うと、まあ、優秀なシュバ犬があったら、まあ、そっちになっちゃうわけだから、まあ、攻撃力的に考えてね、まあ、優秀なシュバコトと優秀なシュバ犬だったら優秀なシュバ犬になるんで、シュバ犬を厳選すればいいっていう話ではあるんですけれども、まあ、こうやって見てみると代用品みたいな形で使って、まあ、1、2本ぐらいは作っておくのはありかもしれないですね。ここら辺のシュバリエハープマグナ、まあ、特にメイン武器としての採用があり得る可能性はあるっちゃあるんで、まあ、昔もうでもあんまないか、ことっつったらな、まあ天使武器あるしな、まあ、メイン武器採用でいうと奥義倍率が高いんですよね、ごとつって。だから奥義を使った時の火力が高いから、まあ手話銃とかワンチャンあるかなーっていう感じがしてて、俺1本ごとつ作ったんですよ。そう、手話銃はね、まあ奥義倍率が高いからメカニック編成でワンチャンあるのかなーなんていう風に思って使ったんですけど、まあその後にフラマオルビスっていう、まあ撃滅戦の銃が出てきたから、まあ、これアビダメ上限アップするんですよね。光キャラのアビ性能アップで、さらに、味方全体に幻影と溶斑で追加ダメを望めるってことで、まあ、フラマオルビスにとって変わられたんですけど、まあちょっと一応1本ぐらいだったら、使わないシュバリエの武器コトと銃も
なんかこうキープ枠としてありなんじゃないかななんていう風に正直思ってますね。このシュバリエ・ボルトマグナ、他にもおもろいのあったんですよね。例えばこれとかいいんじゃない？属性攻撃 3.5% 奥義ダメージ 4% とか、まあ、攻撃力に特化したこのシュバ銃だけど、こういうの考えたら、じゃあこれちょっとごとつにつけてみる？ちょっとこれじゃあごとつにつけてみてさ、よいしょ、これで保護解除して、じゃあこれで属性攻撃奥義ダメ、もうこれ見てみたら多分奥義ダメージの火力が全然違うと思うんだよな。じゃあこれで強化する、強いでしょ。じゃあここからまあシュバ剣ごとつ1本抜くよ。ここからシュバ剣ごとつ1本抜いてシュバ銃1本入れてみたら、ごとつどこ、あ、ここにある、よいしょ、装備するよ。あ、でも攻撃力ちょっと下がるわ。やっぱ攻撃力って大事なんだな。こうやって見てみると攻撃力、味方全体の攻撃力が上昇、これやっぱ強いんですね、バフ的に。まあただ奥義を打った際に奥義ダメージが 6% 上がるじゃん、このシュバリエボルト。あ、ごめん 4% だった、嘘ついたわ。あの奥義ダメージが 4% 上がるから、その分火力的には高そうかなみてえなのはありますよね。まあこうやって見てみるとハイランダー編成も見えるから、まあここら辺でシュバリエハープとシュバリエボルト見たらさ、ハイランダー編成ここで、じゃあ例えばね、まあ、ここ、これを入れて支配の天秤入れてみたいなことをしたら、あと2本入れ替えるだけで、じゃあここ1本エデンにしましょうか。1本エデンにして、まあ、あと1本なんか優秀な武器入れれば、あのこのまんまね、あのハイランダー編成持っていけるから、まあ、そういう意味でなんかこう変なマグナ武器というか、今がメタじゃないマグナ武器とかも一応道があると考えると未来があるような気がしますね。ということでした。はい、いかがでしたでしょうか。まあもしね、マグナ武器の厳選とかしてたらこんなのもあるよっていうところで参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。